わっくんスタジオ。こんにちは、ギタリストのわっくんです。1ミリも知らない曲を初見で弾いてみたシリーズ、イエイ。今回の楽曲はこちら、バン、ウマ娘プリティダービーからメイクデビューですね。はい、こちら曲の概要なんですけれども、テレビアニメシリーズの、ウマ娘プリティダービーから第1期のオープニング曲でございます。発売日が2018年の4月25日ということで、結構古い楽曲ではありますね。まあ、ウマ娘の楽曲はですね、5曲目ぐらいかな、やってきたんですけれど、ガールズレジェンド U が一番難しかったな。あれはちょっとやばかった。他は、1回2回聴けば正解率上がってくるんじゃないかなってくらいで、初見はやっぱりちょっと難しいかなっていうレベルですね。まあ、とりあえずね、聴いてみましょうか。ではどうぞ。バックンスタジオ来ました、ウマ娘。いやもうね、ファンファーレから始まる曲ね、全部難しいのよ。めちゃくちゃ難しいのよ。響けた、はい、響いてます。ファンファーレ歌が入ってきました。これは大石正義進行アッシュですね。なんか防犯みたいになっちゃったけど、アッシュ。はい、ここでモーダルインターチェンジが来ました。モーダルインターチェンジしかしてないって感じ。はい、転調をしましたね。今もう完全に転調の予感してました。はい、ここでサブドメガントマイラー、これ2-5。はい、ここで1度いって4度のサブドメガントマイラー、ここでまた2-5が入って1度に戻ると、ここでセカンドリングだと入りますね。ここ、うわ、ここに転調した、ここに転調した、来ましたよ。 D メロで変な転調する、サビ前だねこれ。はい、ここでサビに入りました。転調してます。ここで大西が正しい進行、あ、ここでなんか変なコード入りましたね。はい、5のフラットのマイナス7のワイブ、フラット何回言うんやと。はい、ここでモーダルインターチェンジ。はい、ここでまたモーダルインターチェンジ。もうすごいモードを変えてくるね今回。ダイアトニック回ばっか。はい、ここの転調の行き方はもう攻略してましたと。だんだんと慣れてきているのが下。はい、ここでまた2番のエメロ、2番のエメロもそんなにいつもと変わってないかな、進行が。ここで2度、5度、1度と2-5アンしてます。ここで B メロが100番でエトニックが非常に成長。ここはまだね、音届くないね。はい、サビ前、なんだこのキメは。いや、このキメはなんだ、わからないぞ。そんな姫一番なかったじゃん。まあ、サビ戻ろう。大石正義主人公アシュを攻略しつつ、4度、5度、3度、ここでまたなんか変なコード入ってくる、裏コードかな。はい、モーダルインターチェンジして1度に戻ると、ここで C メロか、サブドミナントマイナー行って、3度行って6度行くか。うわ、ここでなんだ、これはなんだ、クリシェ入りますね。ウマ娘のクリシェ、ここでなんだろう。はい、ここで転調した4度ですね。転調先も4度行って、ギダソが入ります。これ転調先の4度っていうのはね、次の5度まで行かないとちょっと分かんないので難しいですよね。でも慣れたら転調したというのが分かります。はい、ここでコードのコードトーンを意識したギターソロで終わらせて、サビですね。特に転調はしていないサビは。はい、ここの頭打ちは分からない、分かるはずがない。なんか泣けてきそうな楽曲だなこれ。なんかね、コメントで言う感動するっていうのがだんだん分かってきたかもしれない。途中で分かってきたわ。ここね、難しいよね、ここのマイナス7トワイブね。うわ、ここでウマクリシェ入った。全部シーコンペーションでウマクリシェが入ってきました。一度に戻ったね。
1,2,3,4,5 と来て、おお、ブレイク成功、ブレイク成功したぞ。偶然だけどこれは気持ちいい。はい、ここでモーダルインターチェンジしていくと、バンバンモーダルインターチェンジしていこう。よかったら最後よくわからんからドリフレに行きます。はい、ここもモーダルインターチェンジ、おー、一度で締めました。こんな感じですね。はい、皆様いかがでしたでしょうか。想像してたより転調が少なかった気がする。今回終えてたんじゃないの。コード進行も追いながら予想もできてた気がするし、今までの中では一番うまくいった気がするな。簡単ってわけではないけど、一番予想しやすかった。言っても難しいけどね。基本的にファンファーレから始まる曲も鬼ムズって思ってるんで、今回もやっぱりファンファーレから始まったんですけど、ここまで来ると楽しくなってくるね。サビで転調しないっていうことが唯一の救いでした。今回転調数が少なかったので、まだ初見でギリ6割いけるレベルかな。でも難しかったです。やっとこれでアニメが見れるか。はい、では今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はお任せしますので、他の動画を見ていただけると幸いでございます。僕にリクエストや質問がある方はコメント欄からよろしくお願いします。それでは次回の動画で会いましょう。バイバイ。